うちのエース連れてきました。お願いします。任して。えぐっ。ストジや。はい、こんにちは、メレイドです。おはようございます。おはようございます。本日は宮崎県の青島に来ております。やけんこんな感じなの。はい、宮崎カラーで。ちょっとこっからヤシの木が覗いとるけど。やめなさいって。ちょっと毛が出、ね、毛が出とった。ヤシの木です。ということで、このナモタンとユウスケと宮崎に来てるんですが、はい、はい、宮崎といえば、言えばこの人しかいません。はい、お願いします。お願いします。出ました、かなこちゃんです。最強。よろしくお願いします。お願いします。初めまして。髪色がもう変わったもんね。グリップで合わせて、ね、かわいい。海洋圏使ってるの、ね、うん、海洋圏分からん、分からないの。いや、分かる人は分かると思います。はい、ね、では前回ね、福岡で北九州カントリーか、うん、で回って、うん、で今回あのかなこちゃん出身の宮崎に来ております。ホームで、ね、はい、ちょっともう僕は相手にならないと思ったんで、うちのエース連れてきました。お願いします。任して。お願いします。本日青島、青島ゴルフ、青島ゴルフ、ここもう有名みたいなんで、すごいいいコースみたいなので、いい、はい、うん、18ホール楽しみながら回っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。10番ホール、10番ホール、パー4の413ヤード。よろしくお願いします。お願いします。意外と右行かんねん。うん。飛んでない。飛んでないです。お願いします。お願いします。お願いします。うわー。よいしょ。ちょっと待って、球筋めっちゃ変わっとんやん。もうね、ドローになったんやん。もうなんか、シャープになったもん。シャープ盛り。私前からそっか、かなこちゃんが、ナモタンが痩せとうことわからんもんね。知らないもんね。会ったことないけどね。あ、痩せたんですか。痩せたんですよ。あれでも15キロぐらい痩せました。でもすごくない？15キロや。15キロ痩せたんですか。はい、15キロ落としまして。すげえ。すげえよね、まあ、短期間で45日です。帽子が大きくなったもん。俺も痩せないから、マジすごいわ。お願いします。お願いします。380ヤード。ああ、引っ掛けた。もう大丈夫ですね。行きましょう。お願いします。お願いします。では、かなこちゃんです。いや、もう見たよ。見たよ、あの回クソうまいって。でスイングやばいよね。だから言ったもん、ユウスケ君に編集しようって LINE したもんね。やばくないスイング、かなこちゃんのスイングやばいって。思わず、かなこちゃんの質問を昨日インスタで募集して、相当来ました。嬉しい。過去一来ました、本当に。なんかスイングのことについてが多いですね。あ、そうなの。答えれるかな。ナモタン、ナモタンでいいんですか。ミシ全然もう、あの豚でもなんでもいいです。豚はひどいやろ。呼んでもらうだけでありがたい。では180ヤード6番やんでいきます。はい、バンカー越えた。まあまあフォローに乗るよ。185です。はい、5番アイアンで。はい、
右手前ぐらい。全然ナイスですね。ありがとうございます。はい。いいとこ。いいとこでした。めちゃめちゃ飛んでる。142ヤード。ピッチングでいい。はい。おいそう。勝ちたいですね。最強女子に。まずはここは安定してね。ちょっと出だしコースの感じも分かんないって。あんなことも初めて。初めて。シミュレーションで回ったことある。シミュレーションシミュレーションゴルフで。全部一応黒でね。でもどうですか。ちょっとやばい派手すぎる。いい大丈夫でしょ。いやなんか101匹ワンちゃん。リンドバーグの新作らしいです。かわいい。すごい柄やね。あれ誰も乗ってないの。でっか。あれ落ちてる。うわー、やばそう。上から終わった。ピッチングでいきます。はい。もうなんか跳ねた。跳ねた。え、ワンクッション間違えた。じゃあ15ヤード、はい、60度でいきます。うまい。おー、ナイスナイスアプローチ。ナイス。ナイス。58でいきます。はい。いや早い。止まって止まって。はっステイはっ。って何言ったら止まるかなって。私はコリモリカーに心臓しかない。じゃあパーパットいきます。確かに当たる前で切れるって言ったよ。ボギーパットです。上がるんでしょうか。おー、ナイス。ナイス。ナイスパス。ナイスパス。うまい。うまい。ありがとうございます。え、そう。見た。今パターを刺そうとしてる。もう自分が持ってるのがパターがピンかが分かってる。この間 YouTube 出てコメントとか見ましたか。あ、見ました。皆さんの視聴者さんの、はいはい、どういう印象でした。トールゴルフ TV の視聴者さんは。どういう印象。いやでもなんか自分の中でちょっとミスとかしちゃったんですけど、優しくて。あ、みんな優しかったですか。意外と良かったです。もうちょっと、もうちょっと来るかなと思って。バチバチ黒が来たら80ヤードぐらい乗せろよみたいな。あ、あったね、あった。最終ホールとか乗らなかったんで、やばいやばいと思ってけど、あのプレーでそんな言う人おったらやばい、怖くなるよ。あれでアンチ心配するんやってレベルなんだと思って。2オーバーで本当納得いってなかったもん。今日はすいませんでしたって終わった後言うと、あのコースだよ、うん、すごいよね、うん、11番ホール、はい、パー5の531です、はい、ナイス。もうちょい風に向けなさい。風で意外とこうやったね、うん、いや球が強かったね。おし、風に。ありがとうございます。本日は
ステルス2プラスにしてます。合ってるね。合ってますね。いろいろちょっと試して試し中で、あ、求愛店太郎さんにもらったけど気まずいけどどうなんやろね、求愛店試しながらね、いろいろ試しながら、うん、結構これも初速が早く出るんですよ、データで。奥のバンカードローしたんですよ、そんな。まあ大丈夫。すごいね、出玉が変わった。ドロー落ちんじゃなってる今。うん、え、気持ち悪かろう。気持ち悪い、フェード専門。痩せてフェード専門だった本当にマジすごいね。かなこちゃんもその体重の変化でなんか球筋変わるとか経験あるんですか？あれないです飛距離が変わるとかあるけど体重のやっぱ増加で飛距離は伸びる。なんかキレで飛ばすタイプの人と体重の重さで飛ばすタイプの人がいると思うんですけど、でも私は体重じゃなくてちょっとキレっぽいので。あ、なるほど。そう、あの最近ちょっと落ちたんですけど意外と距離は落ちてなくて、うん、ところキレで飛ばすタイプなのかな。かなこちゃんは478ヤード。はい、はい、よいしょ。よいしょ。よしよしよし。いいとこかもしれない。完璧。ナイスです。ナイス。ナイス。かっけえスイングがマジで。僕、昨日宮崎来て、ホテルのエレベーター乗ったら、はいはい、っていきなりされて、ゴルフ場とかではもうよくあるんですけど、うん、こう、はい、ありがたいことに声かけてもらったり。はい、ただそういうゴルフ場じゃないとこ、フィニックスに今日来てまして、はい、どこからですかって聞いたら北海道からです。端から端、北海道から来たゴルファーさんに声かけてもらって、すごい宮崎にね、すごいになったんやな、たまたま嬉しかった。で、宮崎も結構ゴルファー多いですよね。めっちゃ多いやろ。なんか視聴者さんに会ったりとかしましたか？え、結構最近あります。あ、マジっすか？はい、宮崎は声かけられることは結構多いっすね、はい、今ゴルファーね、この時期あったかいしさ、うん、プロもめっちゃ宮崎集まってきた、うん、うん、でもこの前、うん、東京の関東のゴルフ場でも声かけられました。マジで？めっちゃ嬉しいと思って。はい、それすごい嬉しい。いや、ファン多いもん俺ら。芋やけん俺ら。嬉しい。芋橋の芋やけん、端っこの芋やけん。これ何もたんの？15キロ体重が痩せるとやっぱその全然違う、もうキレが変わる。もう明らかに体が速く動く。今までそんな体が速く動いたことがないからビビってこう減速させちゃう最近ちょっとずつ慣れてきたけど、今のとかもなんかチーピンする気がして緩めてしまった。そしたらダメ、出玉変わるんだ。全然球筋が別になったもんね。すごいね。300ぐらいかな。秘密兵器、新兵器、三遊で。三遊構えます。ナイスショ。ままだと思います。新しく出ました。三遊。三遊。多分230ぐらいなんですけど、はい、もうロングってやらかしがちなんでセカンドでちゃんと刻んで180ヤード刻みます。6番で、はい。花道方向に。正面のバンカー方向に、うん、ちょっと打ちすぎたかも。おお、やば、バンカーもうちょっと左に打ちたかった、うん、ちょっとやっぱ左の OB 怖いね。惜しかったね。怖いわ。188を4鉄でいきます。はい、完璧な位置。はい、狙います。これ完璧に狙いますか？狙いに行きます。はい、
ガチミス。やべえ、花道かなんか。でも全然大丈夫。大丈夫、うん、レイアップしました。はい、アプローチで。ナモさんもう気づかねえレベルに痩せとんもんね、最近。なんで痩せようと思ったの？もう暇やったっけ、なんかしようみたいな。ストーリー見よったらね、意識高い系ね、男子やもん。ジム2回行ってるよね。朝夜2回行く。しかもなんか絶対1日1回やりたくないことをやるみたいな。それはでもなんか今年から決めようんすよ。いやでもいいことやね、なかなかそれ簡単にできんけんね。なかなか15キロ痩せれないからね。なかなか無理よね。ズボンが大きいです。めっちゃ落ちてくる。マジ薄くなったもん。じゃあ残り55ヤード。はい。55度です。はい。うまい。よし、多分スピン入っと。バンカーがやばい。あれです、バンカーマスター。僕の所属しているミッションバレーっていうコースには練習場が広くあって、うん、バンカー練習めっちゃするんですよ。そこで培って。で、いや寄ってなかったら受けるけど。マジでやばい、マジでやばい。え、もうほぼ OK。 ほぼ OK の位置。ナイスアプローチ。すごい緩かったのに。めっちゃゆるゆるでしたよ。逆にめっちゃ硬いバンカー、雨でしまっとる。晴れないよ。はい、どんでいい。そう、これバーディーパットです。はい。うまい。おお、きん。切れた。おお、きん。しゅー。お先失礼します。はい。お願いします。ナイスです。わ。お先でパーで上がりたいもんね、やっぱね。パーボードです。わお。おお、きん。そこは決断力ってじいちゃんに思った。悩んだらダメ。多分カップ右端。ちょっと引っ掛けたね。もったいない。大丈夫、まあまあ、まだ2番、うん、まあまあまあ、このグリーンなんか難しかった。もう掴んで、掴んだ、もう掴んだ、もう掴んだ。この後手放すかどうかは知らんけど、一回は掴んだ。ここは結構もう回ってるんですか、宮崎。めちゃくちゃ回ります。あの、ジュニアの頃のなんか予選会とか、全国大会の予選会とかもここです。そう、日本ジュニアの予選会とかそういうのはここにあって、担いでみんなで回ってました。すごいホール来たけど、さらっとしゃべる。なんかね、アウトとインのスタートホールは広そうなコースやなとか思うけど、ここら辺からやばいよね。今日簡単やと思った。やばいよ、やばいって。なんこれ、何これ、ペラったらアウト。ほぼ行けやん。ペラミツ登場禁止ホール。え、右はもう行け、で左は OB。 あのカート道より、まあ、さらに左行ったら、うん、私も行ったらで、だいたい250ぐらい打った方がいい。うん、250ぐらい。バンカーの手前あたりを打った方がどんどん狭くなるので。わかりました。ということで12番ホールパー4400ヤードです。はい。
風は右から。後ろから？わかりません。わからんときは聞く。5番ウッドでいきます。はい。いや、狙いやな。テイクバックした頃に忘れとった低め打つって。なんなら今までから5番ウッド一番高かったよ5番ウッド低く打てんのやって思い出してでもいいとこだったね、うん、3番ユーティリティでいきます。おお、いや、やけに使うね、新しいやつ。どういうイメージで低めに。低めにここに山上さん下ろしてお願いします。まあ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 大丈夫。折れるかと思った。いや、音がすごかった。打ち込みすぎました。リカバリしましょう。はい、かなこちゃんは386ヤード、はい、はい、386ヤードどういうイメージでいきますか。ここはもう黄色旗狙いで。黄色旗で風がちょっと右なので風とぶつかってくれぐらいの。ナイスショ。えぐ。ザ完璧。完璧。ちょっと緊張したけど。えぐ。来れば来るほどいろんなミスしとるんここでやっぱ。いや、いろんなイメージがありますね。なるほどね。そう。あ、それも嫌やね、なんか知っとるコースってさ、うん、ちょっと気持ち悪いよね。全く知らんのもあれやけど、来れば来るほどいろんな OB とか多い。そうね、そうね。いろんなイメージが。あ、それ気持ち悪いかも。そう、待ってるホールが分かってるじゃないですか。ここで伸ばしたいとか。そう、ここでこうなったなみたいなのもあるし。そうだから、それを乗り越えたやばいショットだったの。今すごかった。緊張したけど、だいぶ。なるほどね、緊張しやすいよね、こういう。緊張する。俺とかも来たことないけど、分からないけど、とりあえず打っとこうみたいな。でもここが一番いいよね。ここが一番いい。ここはね、池の手前に刻むっていう。ここが一番狙いやすい。2オンスプーンでいく。おい、マジやば。マジすげえ。マジこれ。あっ、え、いったやろ。出まへん。池は越えたと思うけど、ちょっと見えない。方向めっちゃ良かった。当たりは薄かった。普中、まあ、ちょい薄。やっぱちょっとなんかね、痩せてから体なんか感覚違うんやろね。使い方がなんか、え、飛距離は絶対落ちてないし、うん、なんか飛んどうように感じるけどね。スカスカしてる。なんか知りたいよね、こう体重が落ちたら本当に飛距離も落ちるのかっていう。いや、ウエストポーチなくなったみたいな。ウエストポーチつけた感じやもんね、今まで思ったらここに自分からね。そう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 、それがなくなったけど。え、カルノちゃんもそういう体重の上限ってこうゴルファーで経験したことあるの？あります。あの、それこそ1年前ぐらいまでは今より何キロかな、7キロぐらい重たかったです。6、7キロ、でも今の服とか全部入んなくて。あ、痩せたってこと？落ちました。落ちたってこと？落ちました。え、飛距離は？それはあんまり落ちてない。あ、変わらんのや、うん、やっぱトレーニングしながらとかも関係あるんかも。あんまりなんですよね、そこが。へぇ、落ちると思ったんですけど。キレは変わらない、体のキレが出るけど。めっちゃ良くなりました。そうね、シュパーンって打てるもんね、うん。155ヤード、ピンまで、8番でいきます。結構上げやね。おー、いい方向。あ、ちょっと上げ。あ、手前。めっちゃ上げたね。上げがね。でも球良かった今。ねえ、風もあるし。ストジや。打てんやこれ。いやー、完璧。よし、130ヤードのアゲンスト8番で行きます。
飛べって言った人やめやつ薄いかなと思ったら全然やったナモタンって何歳からゴルフしとったっけ6歳とかそう、確か6歳ぐらい、うん、じゃあ20年ゴルフ20年ぐらい、うん、してますえ、かのこちゃんは私は10歳あ、10歳で、今23歳あ、じゃあ13年ああ、じゃあナモ師匠は長いね長いっすね、大ベテランちょっと教えてもらいましょう教えてもらおうここでも面白いかもしれない景色もいいし、うん、で、グリーンめちゃくちゃ綺麗やけど宮崎ビビったのが料金が安いんですよ福岡と比べてゴルフ場のねやばいっすよね今日飯付きで8000とかやったいくらすごいよねで、半袖でできるよこの時期2月ですよそれはみんな来るよねいや、めっちゃもう何泊もしたいよ、うん、環境がいいよね、ゴルフの環境が良すぎだけどやっぱ今プロゴルファーの方とかこう合宿で来とうっぽいって、うん、いいよねちょっとすごいとこに泊まってるんでギリギリだったね棒にできますはいパーパットが打てるようにナイスナイスです15ヤード、はい、60度でいきますちょっと開かないかんね、ピン手前もあー、すぎた食われたうわー、惜しいあの、ちょうど境目にワンクッションがでかかったちょっと弱かったねこんな感じ、飛べって言ってました私、絶対飛ぶなだったの飛ぶなと普通かなと思った頭の中で飛ぶな飛ぶなダムダムって思うよ飛べー横でね最低ですちょっと長めのバーディーパットはい、結構打ったあら落ちる待って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 ストップ。おお。ナイスやんでも。あんな打てるのすごいな。ね。手動くかわからないんですか。パパって。落ちる。めっちゃ落ちる。おだけです。うん、マジ。ナイス。すげえ。結構登ってるね。よし、届け。うわ、うまっ。パッ、ナイスパー。ナイスパー。ナイスパー。あれです。ポッキーが出てるよね。惜しい。教えてくださいよ。惜しい。そのかっこいいトップの作り方を教えてください。それはもう俺も知りたい。あれはもともとオーバースイングだったんですけど、私。おお、めちゃくちゃ綺麗。パターの紹介をお願いします。新しいパター使ってますね。って超マニアック。超まっすぐまっすぐ。あ、これ低いわ。高さが足りてない。あたー。あたー。